2020年の東京オリンピックもあり、今後さらに多くの外国人が訪れることが見込まれています。そうした中、急な事故などに遭った外国人に英語で対応できる救急隊員を育てようと、実際の現場を想定した訓練が行われました。こちら消防艇の上で訓練が行われています。現在救急隊員が英語で対応をしています。臨港消防署月島救急隊の訓練は、救急隊員の語学力の向上を目的に行われました。今回は旅客船に乗った外国人が急病になり、救急活動中に心肺停止になったという想定です。参加した英語対応救急隊は、消防庁から指定を受けた語学力のある消防隊員で構成され、今年4月から活動しています。英語の研修は消防の中でも行っていますが、中には個人で英会話学校に通っている隊員もいて、訓練ではスムーズな対応を見せていました。実際現場でこういった使う機会って結構あるんですね。そういった時に、コミュニケーションって大事だと思うんですね。円滑にすることによって、救急活動としてもいいものができると思いますので、こちら日本に来ている外国の方のためにもなると思います。Well, with the 2020 Olympics coming, I think it's really, really a good thing that they're studying this hard. 担当者は想定を変えて、今後も訓練を行っていきたいと話していました。